広大な大銀河の辺境に浮かぶ愛と正義の星、地球。だがこの美しい緑の惑星に恐るべき敵が迫りつつあった。宇宙征服を企む悪の秘密結社バラスである。この時、遥か銀河の彼方から人類を救うべく飛来した愛と正義の戦士がいた。やあ諸君、地球での生活には慣れたかね。ところで、バラスの戦闘員が住宅街に現れたという通報があってな。君たちは大至急現場に向かってくれ。了解。行くわよ、ガイバン。おう、腕が鳴るぜ。気をつけてな。立てつく愚か者どもめ、我らの科学力を思い知るがいい。キャーッ、ヤッ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 。ちょっと自分の力でかかってきなさいよ、やむろ。そのガラクタから引きずり出してケッチョンケッチョンのパーにしてやるぜ。諸君、緊急事態が発生した。中華街に改造獣と思われる大猿が現れた。中華に猿と来れば敵の狙いは明らかだ。孫悟空にあやかろうってわけね。つてえ野郎だ、叩きってやる。おっと諸君、お土産を忘れずにな。
もらう。まったく、オリジナリティのかけらもないやつね。ちょっと耳が痛いが、気にしないで行くぜ。やあ諸君、この間のシューマイは署内でも好評だったぞ。機会があったらまた頼む。ところで、巨大なネズミが出没し市民を恐怖に陥れてるとの情報が入った。どうやらバラスの仕業らしい。いやあ、私ネズミ嫌いなんて言ってる場合じゃないよね。行くぜ。気をつけてな。我らの下水道要塞化計画をこうも早く嗅ぎつけるとは。しかし見られてしまった以上、生かして返すわけにはいかん。あーん、この匂い、ちゃんと取れるかしら。それどころじゃないぜ、ミッチ。バラスの企みは俺たちが叩き潰してやるぜ。諸君、許せん事態が発生した。バラスのやつらめ、港に上げられた冷凍ガニを独占して一儲け企んでいるらしい。おかげで庶民の食卓は大混乱だ。了解。敵は港ね。わおー、カニだカニだ。行くぜミッチ。ガイマン、気持ちはわかるがしっかりな。新鮮なカニでタイが釣れたようね。二人まとめて美味しくお料理してあげるわ。おっほ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 。こいつがカニを独り占めしようとした大悪党ね。もうカニはもう目の前だぜ。
ミッチ、行方不明になっていた君の兄さんを発見したという連絡が入った。バッチ兄さんが？バッチ兄さん。彼は優秀な銀河デカだったが、どうやらバラスの手先になっているらしい。そんな、兄さんに限って。バカな、あいつはそんな奴じゃない。そういえば、ガイバンは警察学校で彼と同期だったな。しかし、非常なようだが、これは事実だ。何それ最低。おお、ミッチー、ここは俺が一肌脱ぐぜ。脱ぐのは構わんが、気をしっかりな。ミッチー、俺はもう昔の優しい兄さんではない。兄さん。ダメだミッチー、やつは洗脳されちまってる。強くなったな、ミッチ。兄さん。私が強くなったんじゃない。兄さんが弱くなったのよ。そうかもしれんな。愛と正義の心をなくしたときに、俺は弱くなった。今からでも遅くはないわ。昔の強かったバッチ兄さんに戻るのよ。俺はもうダメだ。あとは頼んだぞ、ガイバン、ミッチ。お天道様も笑ってろ。兄さん、バラスめ、許さない。バッチーのことは残念だったな。だが、彼のおかげで敵秘密基地の場所が明らかになった。いよいよバラスとの最終決戦だ。バラスの首領、グランドカタストロフは手ごわいぞ。くれぐれも気をつけてな。了解。おお、了解だぜ。二人とも死ぬなよ。
ガイバン、いよいよ決戦ね。おう、燃えるぜ。この私が敗れるとは。バラスに栄光あれ。ご苦労だったな、ガイバン、ミッチ。本当によくやってくれた。君たちの活躍によって地球をバラスの魔の手から救うことができた。終わったのね、何もかも。ああ。だが、この世に悪のある限り、俺たちの戦いは続くぜ。そうね、ガイバン。私たちの本当の戦いは、これから始まるんだわ。くぅ、決まったぜ。二人の銀河デカの活躍によりバラスの野望はついえ去った。だがしかし、銀河に悪のある限り二人の戦いは続く。負けるなガイバン、戦えミッチ。悪の滅びるその日まで。